大森高夫取締役の方から、この後3月12日コラボ大会のカードについて説明があるんですけども、その前にですね、2月シリーズの総括を、そして大森高夫取締役にやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、前回のシリーズですね、まあ、中心があのジュニアバトルオブグローリー、最後まで、優勝者、脱落者がいないですね、非常に混乱を極めた、リーグ戦になりました。今までの全日本プロレスのですね、リーグ戦の中でも非常に、稀有なケースだと思って、僕も注目して見てました。そして、山梨大会、大分選手が大暴れして、次回の来場も予告して帰るという、非常にですね、どうなるかわからない、僕個人としてはやっぱりあの電流爆破マッチというのは全日本プロレスには絶対必要のないものだと、こういうふうに考えております。そして、最終戦の大阪大会の、三冠戦ですね、宮原選手と、ボディガー選手の、三冠戦、非常に激しい、試合でした。で、宮原選手も防衛記録を塗り替え、そしてボディガー選手の頑張り、ものすごい、同世代として、刺激をもらった、そんな試合だったですね。はい、そしてはいはい、それではですね、3月12日後楽園ホール大会より、ドリームパワーシリーズ開幕いたします。起用カードはすでに3つ出ておりますけど、本日は全対戦カード決定いたしましたので、大森高夫取締役よりそちら発表させていただきます。はい、まず、6人タッグマッチ、岡田雄介、西村治、中島洋平組対阿部文則、ウルティモドラゴン、吉江豊組、一見ですね、何の変哲もない6人タッグマッチのように見えるんですけれども、岡田雄介選手と阿部文則選手の、この若い勢いの組み合わせ、僕自身すごい興味ありますよね。今勢いある2人、このぶつかりがどうなるかと。そして、西村治選手と吉江豊選手、勝って、無我で同門だったと、その因縁も絡めつつ、そしてウルティモドラゴン選手と中島洋平選手、勝っての、師弟関係、一期一会の豪華な、組み合わせの6人タッグになってます。そして、シングルマッチ、オーバーザーフューチャー、青柳優馬選手対丸山敦選手、ジュニアリーグ戦、この間のジュニアリーグ戦でですね、の調子大会で、20分引き分けになった、カードです。それも踏まえてですね、今回あえてリーグ戦と同じく、20分1本勝負にいたしました。そして続きまして、創立45周年記念世界ジュニアヘビー級王座歴代王者の祭典スペシャル6人タッグマッチ、30分1本勝負、第40代王者佐藤光、初代王者広斎藤、第37代39代王者青木敦史組対、第41代王者高尾相馬、第29代王者田中実、そして第3代、第6代、10代、12代、15代王者淵正信選手の豪華、6人タッグマッチになってます。この大会においてですね、正直言いまして僕自身が一番注目しているカードですね。これだけの、顔ぶれが一つのこのマッチメイクカードの中に収まるということは非常に珍しい、今まで全くなかったことですよね。はい、特に、初代王者の広斎藤選手、ここにありというのをですね、本人も存分に見せつけてくるのではないかと思ってますし、この6人タッグの中での勝者は、次期ジュニアヘビー級の挑戦者になる資格は十分あるんじゃないかと思ってます。そして、世界ジュニアヘビー級選手権試合、
60分一本勝負、第42代王者石井啓介対挑戦者岩本浩二、挑戦者の、岩本選手、この間のバトルオブグローリー、で優勝者ですね。はい、で公式戦の中では両者 KO です。もうここで決着つけるためにも、激しい試合になってくると思います。はい、以上、が、本日発表のカードになります。はい、ここまで何か質問はありますか。はいはい、まずこれで3月のカードはほぼ出揃った感じですけども、はい、じゃあ3月はもう三冠戦は行われないということで。そうですね、もう、その後のチャンピオンカードによるバルに向けての、非常に重要なシリーズになってきます。